うんざりする投稿。元人気女子アナがアップした観光写真にブーイングが集まる理由。元フジテレビアナウンサーで、バスケットボール男子パリ五輪日本代表の渡辺優太選手の妻である久慈晃子が、現地の様子をインスタグラムで発信した。しかし、ネット上では、うんざりする、目立ちたがり屋、などと批判的な声が飛び交っているようだ。写真、うんざりする投稿。 元富士久慈明子アナのパリ写真にブーイング。久慈は大学在学中に芸能界入りし、2014年から17年までファッション雑誌、ノンノー集英社の専属モデルを務めるなど活躍。大学卒業後、アナウンサーとして富士テレビに入社し、注目を集めた。アナウンサーは踏み台だったのね。入社後約3ヶ月で、 富士のエース候補アナウンサーが出演するバラエティ番組パンシリーズに起用されるなど、富士山は同局からかなり期待されていたようです。その後も、目覚ましテレビでスポーツキャスター、目覚まし土曜日でメインキャスターを務め、すっかり局の顔に。しかし、21年4月に、週刊文春文芸春秋。 で、富士のアナウンサー複数名がステルスマーケティングに関与した疑いが報じられます。そこには、富士さんの名前もあり、自身のインスタグラムで謝罪する事態に発展しました。芸能ライター。この騒動が影響したのかは不明ながら、富士は22年4月までをもって富士テレビを退社。同年5月からフリーアナウンサーとして活動を始めた。その矢先、 クジさんは渡辺選手との結婚を発表。退社から1ヶ月経たずに電撃発表となり、ネット上では驚きの声とともに、結婚するために辞めたのアナウンサーは踏み台だったのねといった批判的な声も多く聞かれました。当時、渡辺選手は NBA のチームでプレーしていたため、クジさんもアメリカに拠点を移すことに。以降、 自身のインスタを中心に海外生活の様子を発信していました。全室芸能ライター。何しに行ったんだ一方、渡辺選手は今年4月に日本のプロバスケットボールチーム千葉ジェッツに入団。夫婦揃って生活の拠点を日本に戻したようだが、渡辺選手がバスケ日本代表としてパリ五輪に出場するため、 富士山も7月下旬には現地入りしていたようです。日本時間8月2日に行われたブラジル戦は会場で見守っており、試合開始の20分前に、さあ、日本一丸という一言ともに、ユニフォームを着た自身の後ろ姿をインスタに投稿していました、スポーツ史記者。しかし、この試合に敗れ、日本男子は予選リーグ敗退という結果に終わった。 一方のくじは8月6日にパリ観光を楽しむ様子をインスタで公開。一部ネットユーザーの間でこうしたくじのパリ投稿が不評を買っているという。ネット上にはこの人はいつも私を見てって写真ばっかりでうんざりする試合の前も試合の後も自分の写真。本当に目立ちたがり屋だよね。心の底から応援してるなら。 試合開始20分前にユニフォーム着た自分の写真を SNS に載せないと思うけど、何しに行ったんだ、など、辛辣な声も見受けられます。過去のステマ疑惑や電撃退社結婚から、クジさんにネガティブなイメージを持っている人も少なくないのでしょう。全室スポーツ指記者。写真に写っていないところで、渡辺選手を最大限朗っていることを願うばかりだ。